スカイ、ゴースケです。さあ本日はですね、スカイというゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、沈むように落ちていった子供たちをなんかね、星座に返すみたいな感じの物語みたいですね。やっていきましょうか。いや、あ、ちょっと待って、始まるね、急に始まるね、めちゃめちゃ急に始まるじゃん。黙っていい？ちょっと、あ、岩があるね、なんか。あ、喋っちゃってる。ごめんね、なんか。喋らないって言ったのにめっちゃ喋ってる。あ、進んでいく感じかな、これ。OK 押して。なんか YouTube の再生マークみたいな。お？なにこれ？カビみたいなやつがいっぱい飛んでるね。カビみたいな。何、怖い、怖、顔が怖い、めちゃめちゃ。あ、こっから始まる感じか。でね、今回ね、スカイというゲームをやっていきたいと思います。いや、こんなさ、短いタイトルある？あ、なんかあ、座った。何これ、座ったんだけど、ちょっと待って。周りを見渡しまして、え？あ、あ、これね、これね、こうやって見渡すのか。なるほど。座ってんね。なんか、お世辞にも可愛いとは言えないけど、この主人公のキャラクター。目が怖いからさ、結構。で、移動はできるね。あー、なるほどね。何？何これ？わー、はじめまして。はじめまして。この子なんていう名前なんだろう。結構なんか、滑らか。見て、なんか滑ってる。ほら、チリーン、チリーンってめちゃめちゃ滑ってんだけど、滑ってるってやばいな。いいね。シャーベットランドみたいな感じで。シュイーンって、俺何してんだ、マジで。何これ、てんてんって何？なんか自転車のさ、あれじゃん。自転車のあれよ。何？すごい、なんか、すごくない？これ、なんか、心臓マッサージみたいな感じ。すごくない？どうでもいいんだよね、それ。ごめんね、俺こういうやつだから。ごめんね。いきなり始まって早々、なんか、めちゃめちゃ心臓マッサージとか言って意味わかんないこと言ってるけど、ごめんね、その辺は。さあ、やっていこうか。ちょっといろいろね、言いたいことがあったんだけど、まあ、とりあえず、進めるだけ進んでいこうかな。まあ、冒頭で説明した通り、なんか、星座に返すみたいな物語ですね。これ何これ、ラピュタみたいな。ラピュタ。あ、なんかいるね。男の子みたいな。おー、なんかね、世界観がめちゃめちゃすごいですみたいなこと聞いて、俺やってみたくなったんで、やってますね。俺ね、このゲームね、やろうと思ったんだけど、お金払う気でいたからさ、なんか無料ゲームって聞いて、あ、お金払わなくていいんだ、みたいな。無料ゲームだったからびっくりした。ちょっと待って、カーソル出たよね、これ大丈夫？あ、オッケー、大丈夫、大丈夫。さあ、やっていこうか。いいね、今のところ、いいね、世界観は。あ、スティックなんか動かせないな。動かせる。これ何これ？何これ？何これ？よくわかんないの。あ、何これ？なんかさ、あれあるね。矢印キーみたいなやつ。あっこまで行ったらいいのか。登れる。すごくない？これ登れんの。ちょっと待って。スティックが、俺、なんか、スイッチ全然慣れてないな。これジャンプとかある？ジャンプとか。ジャンプ、これ何？焚き火？なんか、ほのぼの系ゲームみたいね、このゲームは。だから、何これ、近くにいるプレイヤーに、精霊たちの探すお手伝い、意味わかんないからやめよう。なんか、急に変なの。急に変な画面行ったら困るから。で、とりあえず探索とかしたいよね。どういう系の、なんつうんだろう。あ、入れる。見て、海。あなたの旅を、これも一種の旅だから。うん。これも一種の旅だから。泳ぐっていう。いいね。なんか泳げる要素もあるの、いいね。さあ、奥の方とか行ってみる？とりあえずでも、進むか。だよね。進むのが一番いいよね。ジャンプとか、あ、A ボタンを押したら目的地がわかるんだ。なるほどね。はい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 。なんとなく。あ、ろうそくみたいなの落ちてる、なんか。この地の精霊たちは長い間、待ち望んでいました。あなたの訪れと。あなたの訪れって、あれ、音がずれる方じゃないよね。あなたの光よ。俺に光なんてないよ。闇しかないから、俺。とりあえず、なんか灯して。お、出てきた、なんか。星座だ。星々一つなり、いにしえの光を放ち。あ、よく見る古代のなんか絵あるじゃん。埴輪みたいな。埴輪みたいなやついっぱい並んでんね。これなんだ？サンゴ礁みたいなのあるね。ろうそくか。
あるね。これ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 。あ、すげえ、これなんか描いた感じ。あ、めっちゃアップだったな、この子の顔。この子の顔見たいな。やっぱちょっと怖くない？若干怖いよね、なんとなく。なるほど。この松明とか、あ、ジャンプできる。どういうジャンプ？ どういう、あ、待って、消えちゃった、ごめん。なんか消えちゃったんだけど、ろうそく。ちょうだい。もう一個ちょうだい。ろうそく。くれないの？意地悪だね、このろうそくたち。まあ、とりあえず進んでいきます。灯して、火を灯して、オッケーオッケーオッケー。これでいいのかな？まあ、灯していけばいいんだよね、火を。そしたら星座がこうやって、チャーンって出てくるよね。あー、めっちゃ出てきた。なんかラーメンのマークみたいに出てきたよ。精霊は暴れた。あー、読めなかった。この雲の中に、安住の地を導きました。気づきました。何これ、全然わかんない。今のところ全然読めないな。まあ、お話は一応あるのかな。あー、待って、なんか変なの出ちゃった、右上。ごめんね。とりあえずこれ灯して、明かりを灯しましょう。しかし闇が押し寄せ、星々は落ちてしまいました。ごめん、なんか途中読んでなかった。そして光とともに我らは少しずつその姿を失った。あー、がっかりしてるね。なんか、ウィンナーにしか見える、にしか見えないけど。ウィンナー。あー、なにこれ、大丈夫？落ちたら死ぬとかないよね。大丈夫だよね。あー、なに、びっくりした。フラグ回収したのかと思った。とりあえず、ティオともしましまして、今あなたに呼びかけましょう。あー、来た！光みたいな。消しカスくんみたいなやつ来てね。消しカスみたいな。進みなさい、星の子よ。精霊たちの星々に、うん、です。うんのです。よし。やっていこう。ジャンピング、ジャンピングして、ジャンピングします。あ、待って、すごくない？これ、すげえ。綺麗って言おうとしたけど、なんか、霧がかかりすぎて全然見えなかった。近くにいらっしゃいさ、あなたの旅を始めましょう。もう始まってない？もうすでに結構始まってる気がするけど。ちっちゃくない？あいつ。めちゃめちゃ小さくない？何このアングル。ああ、めっちゃ見れる。すごい顔してんね。名前とかよくわかんないな、この子の。降りよ、とりあえず。ああ、すごい、すごい。待って、待って。飛んだ、飛んだ。それはスカイだから飛べるか。それはスカイだから飛べるか。あ、待って。なんか、このアングルいいね、このアングル。なんかかっこよくない？あの、これから俺の旅始まります、みたいな。なんか俺が言うとダサく聞こえるな。なんか俺が言うとダサく聞こえるけど。とりあえず行って、なんかちっせえ。ちっせえ人間みたいなやついるんだけど、ここに。ちっせえわ、みたいな。ちっせえ、ちっせえ、ちっせえわがいるんだけど。とりあえず、あいつに話しかけましょうか。これは？お手手を添えたら、なんか出てくる？光の翼を集めるには、高く上昇。光の翼？まあ、今後分かっていく。何？回転したんだけど、嬉しかった？X ボタンを押すとレベルアップします。あ、なんかついたよ。飛べるようになるとか？あ、羽生えた。ってことは、これでなんか飛べるようになったみたいな感じなのかな。やってみたいな。準備は整いました。神殿の呼び声に応えましょう。なんかシンデレラ城みたいなやつあるね。ディズニーの。とりあえず行きます。飛べるこれ。ちょっと待ってね。なんか鼻声になってきたから、鼻炎のお薬飲んでくるわ。さあやっていこうか。多分飛ぶっぽいんだよね。行くよ。B ボタン押して。あ、なに？飛べる？え？え、なんか、え、なんかあんまり、あんま飛べなく、あんま飛べなくない？ A ボタン押して呼びかけましょう。何を？なんか可愛くなったね。かっこいい、なんか俺のキャラ。俺のキャラかっこよくない？みんなこれ同じなのかな？みんな同じキャラだったらなんか嫌だな、でもそれ。それはそれで。なんか飛べないね。ひとまず、行きます。道しるべね。あっこまで行きたいんでしょ？これなんか飛べないんだけど俺、全然。A ボタン長押しとかも特に何もできないよね。なんかこの心臓マッサージ？心臓マッサージがこうパーってなるだけだから、特に何もないよね。で？ここが？もやもや、もやもやかかってるね。もやもやサマーズあるわ、ここに。んで、どうなる？
なに、なにこの、なにこのアングル、かっこいい。なに今のかん、アングル、めちゃめちゃかっこよかったね。なんかこのゲーム、アングルいいね、めちゃめちゃ。あとなんかこの世界観いいって言ってたんだけど、確かにいいわ。これなんか広大な広場を一人でなんか探索できるみたいな。なんか一人でって言うとなんかめちゃめちゃ悲しく感じるけど、まあ、とりあえず、降ります。いける？やられたりしないよね。さすがに。だいぶ危なかったけど、今の落ち方。絶対頭打つから、今のは。とりあえず行きます。さあ、これで、光を灯して、何？あ、我らの血を繋いだならば、神殿にて大精霊たちが彼らを空へ訪れるよう導いてくれるでしょう。しかし今は、精霊たちの光は失われています。うん。この地方のどこかで助けを求める精霊を目覚めさせ先に進みましょう。なるほど。光を求める精霊を、に話しかければいいんだね。要するに。まあ、頑張っていきましょうか。なんか飛べなくなったんだけど、俺 B ボタン押しても。やめて、やめて。どこ行ってんの？とりあえず行って、この子だよね。ちょっと気になってんのは。何？お腹痛い？なんかすごいお腹痛そうだけど、この子。サトシくん。サトシくんめちゃめちゃお腹痛そうだけど。何？おー、え、消えた。やったな。精霊をかけて、記憶を解放しましょう。なるほど。これを追いかけてったらいいのか？オッケーオッケーオッケー。んで、あ、なんか、え？何これ？どういう記憶って言ってたから。これを？オッケーオッケーオッケー。で、これを、この通りにやってったらいいんだね。この光を、なんか、全然見れなかったな。ごめんね。とりあえず行きます。まだある。まだある。結構あるね。結構あるね。なんかおじいちゃんがこれ、こっちですよって道案内してくれてるね。何これ？あ、いる。誰これ？人の形してる？あ、してるっぽいね。お腹痛い。めちゃめちゃお腹痛い時じゃん、これ。これめちゃめちゃお腹痛いよ、この人、おそらく。とりあえず火を灯したら、消えてなくなるでしょ？もうすげえ、かっこいい。迷ったら A ボタンを押して呼びかけましょう。なるほどね。A ボタンはやっぱり救済装置なんだね。で、なんかメリーゴーみたいなとこ乗って、お。はい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 。なるほどね。ああ、わかってる。ああ、なるほどね。はい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 。はい、全然わかってない。もう全然わかってないから、話の内容。とりあえず Y ボタン押して。何？何したの今。ん？もう全然わからん。もう何やったの俺の主人公。何やったの、なんか埃投げた？この精霊は感謝の祝福とともに大精霊の神殿で待っています。ほう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 。なるほどね。助けたやつはあっこで待ってると。で、ここが開かれるようになる？もしかして。お？来た？来たね。結構地味だったね。X ボタンを押して新しいスキルを覚えましょう。なにこれ？なにこれヨガの体操みたいなやつゲットしたんだけど。あ、これゲットした。エモートみたいな感じかな、これ。ヨガのポーズ。あんまかっこよくないんだけど、ヨガのポーズ。なんかあんまかっこよくないのゲットしたね。飛べる飛べる。なんか、飛べるけどさ、なんか、そこまでめっちゃ飛べるわけじゃないんだね。なんかもう、なんかおまけ程度なんだけど、おまけ程度なんだけど。んで、いける？あ、いけるようになったね。ナイス。で、光のとこ、なんか書いてあったね、今。B ボタン流すするとエネルギー消費して上昇できます。ああ、なるほどね。いいね。ああ、結構飛んだ。すごくない？結構飛んだね、今。んで、行きます。あ、窒息はいるね、窒息は。窒息はに話しかけましょうか、とりあえず。とんがりコーン横にあるけど。で、窒息はに話しかけると、消えてなくなって。あ、なんかゲットした。羽のマークだから ?X ボタン押した。X ボタン押すと、レベルアップします。レベルアップ。窒息はに話しかけると、なんか羽のレベルがアップするみたいな感じかな。羽のレベルがアップするとどうなるんだろうね。ちょっとやってみたいな。B ボタン。で？おー！すごくない？なんか、飛べる距離がアップするみたいな感じかな。
すごい、すごい、すごい、めっちゃ変わるじゃん。さっきまでなんか、石ころかわすぐらいしか飛べなかったのに、急にめっちゃ飛ぶじゃん。これ下落ちたりしない？すごい、すごい、やばくないこれ、世界、なにこれ、やばくないかこれは。これ絶対サムネじゃん、これ。かっこよくないこのサムネ。どこ行ってるのかわかんない。やば。すげえかっこいいな、これ。いろんなとこサムネにしたい。落ちて死んだりしないよね、さすがに。すごいね、この世界観。まあ、とりあえず降りていきましょうか。サムネは多分ね、あっこら辺のどこかになるはずなんだけど。着地できるよ、ちゃんと。あ、なんか俺コントロール下手くそだな。とりあえず行きます。これ何これ？何これ？マントみたいな感じ？とりあえず神殿？大神殿だよね。大神殿。大神殿行きましょうか。ちょっと飛べる？ああ、全然飛べなくなってる。あ、いる！さっき助けた友達とかかな。あれ？違う？何これ？何これ？何してんのあれ？求愛してる？あの人たち求愛してる？もしかして。いや、待って、やめて。いや、俺、めちゃめちゃ孤独なんだけど。孤独なんだけど。とりあえず、これゲットして。あ、これ、灯したらいいんじゃない？あ、灯せる、灯せる、灯せる。オッケー。これ、灯しいのして。灯すと？チャラリーンってなんか、ラーメンのマーク出てきて。あ、シンデレラ城ね。からの？あ、オッケー、オッケー、オッケー。これでいい感じか。んで、こっちも灯します。OK、完璧。あれ？灯せてない。これでまたイベントが起きますと。この同じような人たちは何なんだろうね、黒い。はい。あ、なんか、平等院報道みたいなの出てきたね。とりあえずこれで灯したらなんか、あれかな？両側の扉にキャンドル。両側の扉にキャンドル。何？なんか勝手に求愛してるじゃん。俺のキャラ、勝手に求愛してるじゃん。何？何これこれ何？何したいのこれ。何これ？何これ？あ？え？何？大丈夫？何これ？何してんのこれ。何？え？何これ？え？何してんの？もう全然わかんない。全然わかんない。え？ごめん。え？これ何これ？友情みたいな感じ？友情ゲットみたいな感じかな？ちょっとよくわかんないね、これ。ごめんね。何？何？え？なんか勝手についてってんだけど、俺。なんか勝手に他の人のプレイヤーのとこでついてってんだけど。これ何なの？もう全然よくわかんない。ごめん、全然よくわかんないわ。ちょっと待って。何？え、ちょっと待って、いいんだけどさ、これ誰これ。フレンドに、ちょっと待って、フレンドにはなりたくない、さすがに。フレンドごめんね。俺、友達はいらないんだ。ごめんね。とりあえず、ここで正座します。ごめんね、ちょっと今、なんか動画撮ってるから、あんまりもたもたできない。これで、とりあえず大精霊目指しますよ。で、ラピュタ流れます。なんかよくわかんなかったね。なんか他のプレイヤーみたいな人がいたよね。今のオンラインみたいな感じで。なんか長老、怖っ。え？怖くない？この長老。ボス？仲間かな？大丈夫？おっさん？おっさんだ、おっさん。強そう。何してんの、おっさん。おっさん何してんの？ああ、ちょっとかっこよくなった。あ、すげえ。なんかめっちゃさ、王様みたいな感じ。あ、俺敬礼してるわ。俺が敬礼するって相当こいつやばいんだな。本当にやばい存在なんだろうな。ヒカキンさんみたいな感じかな、俺からしたら。で、これで、飛んでいきます。光を取り戻し。はいはいはい、なるほどね。ポンポンって言ってるわ。で、ひとまず、行きます。なんか飛んでるね。おっと、あ、星座がいっぱい並んでるね。なんか左下に牛乳あるんだけど。ね。左下に牛乳あるんだけど。牛乳のなんか、星座あるんだけど。
とりあえず、あのおじさんだ、これ。何気に。あのおじさんが、この神殿大神殿の、なんか管理官みたいなやつだったんだね。王家みたいな。何言ってんだ、俺。一番偉い人みたいな感じ。じゃないの。あ、ごめん、お腹鳴っちゃった。とりあえず、あっちまで行きますか。ごめんね、ちょっと。今ね、急いでてね。なかなか、ちょっと、もたもたはできないんで。フレンドになっちゃったりしてないよね、俺。B ボタン押すよ。すごくない?これ。いや、かっこいい、かっこいい。やばくない?これ。何これ。来てる?みんな。みんな!え、全然来てないじゃん、みんな。あ、待って、大丈夫?大丈夫? やられたりしないよね、さすがに。うわ、これ世界観すごいって言ってたけど、本当に世界観すごいね。なんかカモメみたいなやつ飛んでるしね。この間は、なんか滑空モードみたいな感じで、いっぱい飛べるんだね。なるほどね。いや、いいな。あ、このサムネもなかなか悪くないな。うん、サムネ通りめちゃめちゃいいんじゃない?これ。サムネ映え半端ないと思うよ、このゲーム、おそらく。どのゲームよりも一番サムネ映えすると思う。とりあえず、マッチまで行きたいな。で、R ボタン。R ボタン押したらなんかなる? R ボタン。R ボタン。あ、なんか回転してる。何?何?何してんの? 絶対それ、下落ちるって、そんなことしてたら。で、これは?これは何?何モードみたいな。あ、特になんもない。で、これ、翼をはためかせて、翼をはためかせてって言って、スカイ。おしゃれ。めちゃめちゃおしゃれな始まり方。すごいね、これ。いや、思った以上に飛ぶわ。俺が思ってた以上にめちゃめちゃスカイしてるわ、このゲーム。とりあえず、飛びます。飛ぶに飛ぶんだけど、ずっと飛んでるよね、これ。どこまで目指したらいいんだろう。エナジー減ってきたら、雲の生物に近づくと回復できます。雲や、あ、なるほどね。で、この辺を、あ、すげえな、これ。なるほど。これで、これずっと飛んでられるじゃん、ほんじゃ。これ雲に当たりつつ行ったら。すごくない?で、このまま、行きます。羽を集めるごとにこのゲージが増えていくのかな、だんだん。すごこれ。なんか孤島みたいなとこあるね。ここ行きたいな。奥の方行くのもありなんだけど、ここら辺でちょっと、とりあえず、行きますよ。ドンってやって、すごいなんか光がある、光が。これゴールとかあんのかな?このゲームって。すごくない?このなんか草原。広大な草原みたいな。とりあえず真ん中行って、あ、なんか階段あるね。階段じゃなかったわ。なんで階段に見えたんだ、俺。さあ、真ん中行くと?他の大精霊たちもそれぞれの神殿で目覚めの時を待っているでしょう。どうか彼らを、して、星の声を我らは光の中に現れるでしょう。なるほどね。こっから始まるって感じかな。はいはい。ああ、結構いるね。なんか、並んでるわ。なんか、ほらほらほら。俺と同じ顔したやつ並んでるわ。世界に一人もいないはずなんだけどね。同じ顔の人って。似てる人はいると思うんだけど、身長まで同じだからね。すごくない?これほら。めっちゃ飛んでる。あ、待って。大丈夫?で、ここで、行きます。何?彼らが救った精霊たちを感謝の贈り物とのあなたのお前は、ちょって言って、なるほどね。まあ、こんな感じで進んでいくわけですね。あ、なんかコンペイトーみたいなやつ追ってきてたね、今。これ。ほら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 。あ、出た、例のポーズ出た。やっぱりダサいな、このポーズ。